あ、なんか、ゲームクリアにより旅の記録にサウンドプレイヤーとプレイ記録が追加されました。ゲームクリアによりモンスターリスト、はてなはてなはてなだってモンスターの情報がオープンになりました。あ、弱点とかがわかるようになったんかな？え、なんかさ、どういう。どこだった？マリーメリーのホテルのスイートに行けと。こんにちは。マリーメリー村ようこそ。ご結婚はあちら。お泊まりはあちらになります。おう。RPG の村人やってんな。スイート。ここのホテルは素晴らしいの。高級感漂ってる。これ買い物やったっけ？あ、招待券お持ちです。スイート。あ、係の者がご案内します。ポイン。一人で泊まるんけ？クッパと泊まるんけ？ねえ、あなた、私もスイート泊まりたーい。高いんぜ、スイートルームって。ここのホテルはサービスがいいことで評判なんだ。特にスイートがべらぼうに高いんだよ、値段が。なんかもらったよ、キノピオから、ぽいっと。あ、ここで寝通しておらんくなったな。3階は？この人なんの？いらっしゃい。いらっしゃいまし。言うだけ。この部屋です。どうぞおくつろぎくださいまし。お風呂上がりにはこちらのガウンをお使いください。なんかピンクでいやらしいな。お休みの時は必ずスタンドを消してくださいまし。ルームサービスはそこのベルを鳴らしてご利用くださいまし。では。チップを欲しがっているようです。しょうがねえな。アメリカかよ、方式かよ。ありがとうございます。ごゆっくりお休みくださいませ。これ言ったら何つった？ルームサービス。喉が渇いた。メニューは以下の通りです。これでもさ、復活ドリンク、ケロケロコイン。もういっぱい持っておきな。ケロケロドリンクってなんだっけ？まあいいや。では。またこれチップじゃん。キノコサイズで切られません。これで寝る？え、なんなんこのラスボス倒した後の悠々自適スイートルーム生活。あ、でも寝れんな。こっちもある。こっちなんだ。風呂？なんか口笛吹きよ。シャワーか。シャワールーム。マリオの風呂を眺めないけんの。風呂待ちでーす。上がってきて、あ、なんか真っ赤っかになっちゃう。治らんのこれ。ちょっと寝れんのやけど。だるいね、こいつ。何個いんの？おらんくなってからの、もう一回風呂入ると？のぼせて倒れます、みたいな。まあでもあれか、コイン無限手に入るけど別に買ってもいいんか。スティップも上げ放題か。キュッキュッキュッ。2回風呂入っても、特に何もないです。じゃあ、あ、いけるわ。あ、寝ます。セーブ中。あ、なんか来たよ、慈悲のが。帰ってきたよ。うん。え？B か。あ、なんか夜中から、まあ、夜中に窓から強い光が見えたんだ。あれはおそらく星の降る丘だろう。何かが起きてるかもしれない。見に行ってみないか。あ、なんかクリア後あるな。しかジジの帰ってきたし、しっかり帰ってきたよ。なんか復活ドリンクってさ、ケロケロドリンク全員回復か。復活ドリンクってどんなやつっけ。あの、いっぱい余っちゃうな。別にそんな激レアなアイテムではない。どこ行けってた？星降る丘？なんかもうちょい続くな。はい、こんばんは、先生です。一応クリアはしたんですが、なんか、もうちょっとだけ続くらしいと。いらっしゃいまし。なんかどこ行くんだっけ？まずここのスイートルーム来て、終わりまして、どっかの丘の上に行けみたいな。おはようございます。よくお休みになりましたか？はい。そうですか。私もご奉仕した甲斐があります。こいつ、めっちゃチップを要求してくるが。
こちらお土産となります。お持ち帰りくださいまし。スーパーキノコ、おう、お、今回はチップを要求しない。いらっしゃいまし。ここ普通のあれやんな、ショップやろ。危ない危ない。あーでも買え、買っとくか。結構ボス戦で使ったな。メープルシロップとスーパーキノコとりあえず買っといて。なんか装備は大したもんないか。ラブラブリンク、何これ。え、こんなんあったっけ。素早さ下がるだけなの。何かで使うんかな。喋ること同じやろ。どこ行けってたっけ。マリメリーへようこそ。なんか光る丘のどうたらこうたらみたいな。星降る丘に行けと。じゃあここだな。ここ進んでいけと。またこの、これどっちだ。こっちかこっちか。お、Gの、この辺りは特に変わりないようだ。もっと奥の方も見てみよう。これってさ、コオロギ羊羹食べてみたいのよね。絶対やだ。あ、なんか星がさ、ピンクやったっけ。前には確かこの星はなかったぞ。これがあの光の正体か。あ、そっかそっか。願いが叶うようになったのを今ここで確認しようか。まだ他にもいくつかあるようだが、誰かがの新しい願いだろうか。カエル仙人なら何か知ってるかもしれないな。これ新しい願いか。今度こそ有名になりたいでゲス。誰だったっけ、ゲスっていうやつ。自慢のあれを自慢したいかもしれない。誰だったっけ、この、この変な口調のやつ。いっぱいあるな。カエル仙人？喉がチクチクするんだなぁ。願いじゃねえし。僕を本気にさせてくれるあいつ、戦ってみたい。恋ですか？ケーキをどうにかしてほしいの。激しく火花を散らしたいぜ。こんなもんか。ちょっと戦いたくない。悪のすべてを滑る我の前に現れし者を待つ。ほうほう。自慢のあれをあれしたいかもしれない。カエル仙人？どこやったかな。ケロケロコ？まああっち行ってもな、コイン使いたい、貯めたいしな。この無駄なジャンプは、いるのかいらないのか。謎の。マリオちゃん、モンスターのジャッキーとやらがチミルチューって本当かね。いや、倒したぞ、一回。あ？あれ？ソーラ見る、どれどれ。え、一回倒せって？たらい回しにされるな。何タウンやったっけ？モンスタウンの？一回倒したけどな。隠し宝箱これ欲しい。どこどこ？あったあったあった。来た。カエルコイン次25個とかかな、目標。全然足りんけど。また戦わなきゃんの？こいつ。やるかい？じゃあやらない。やる。ちょっと待って。この人は？のこやん。あ、こいつはまださ、帰ってきてないんや。お二人の試合、ここでじっくり見させてもらいます。じゃあ、とりあえず倒すか。よっしゃ、ちょっとだけ本気出すから、怪我したらごめんね。2回目？クリア後なのか、2回目なのか。あ、物理で負けますか？ほい。もうちょっとで黙るな。あ、いた。三角蹴り。まあ、通常ちょっと様子見よう。痛い。何考えてるもしたいっちゃしたいけど、スターライダーぞ、まあ、とりあえず。
ぶち込みまして、ドガン434いて、あ、やばい、待てよ、マロがやばい、 G の下げて回復、はい、サンキュー、ちょっと HP みたいな、あ、外した、何考えてるの、200かと、200しかない、圧巻どもに御仏の慈悲は無用、圧巻、御仏の慈悲、クッパ出してみよう、よし、66しかいった、痛い、うおワンパンだと、ちょっと待てよ、まあ通常攻撃だな、クッパのターンになったら、あ、うっせやん、マジ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、オクシーあるけな、このゲームぬるいかと思いきや、そんな強くないでしょ、200やろ、ふう、見事だ、あ、終わった、全然弱い、いやはや君も結構マジになりやすいタイプなんだね、おかげで僕にも火がついちゃって、久しぶりだよこんな気持ち、もう言い訳はなしだ、次はこの道場の看板をかけて本気でやろうじゃないか、あ、またまだやるんですか、これを乗っ取ってからか、よっしゃ、あの子やん、よく見ている、これがジャッキー様の本当の強さだ、めんどくさいな、衝撃弾、なんかできるかな、なんかボス全然効かんけな、こんなの、 G のでバフかけよ、バフの方が大事、はい、ディフェンスアップ、クッパも、まあでも一回突き出ろするか、バフかけてから、46しか効かん、ガード、まあ、通常でいいんじゃん、当たらんねえ、なんかクッパもバフかけて、これで G のピーチと入れ替えるかな、さあどんなもんか、全然効くねえ、痛い、パゴーン、ガード、まあ入れ替える、ピーチにしてみて、まあ、ちょっとガードでもしといてよ、入れてててててジャッキーラッシュ13、どんなもんかな、根性アップ HP だけ見ときたかったかな、まあ、通常攻撃してみるか、ハイセンス27、痛い、あ、でもそんな強くないけど、やっぱりあの即死だけ気をつけないと、下げていいかな、ピッチ気迫アップ、それがいまいち何なのか分かってないけど、あー、でもな、でもな、回復、あ、回復もケチなんでもいいんやけど、鉄残庫、これがあれか、違うよな、後ろから来たやつやったもん、即死で鉄残庫、これこれこれ、うわ、来た、終始、主人形、創生して、ちょっと回復足りんな、ザシャーン、回復したいけど、ふう、見事だ、あ、もう終わった、これあれかな、やっぱ一周目の時に3回倒しとけっていう。参った、参りました。看板をかけた勝負で負けたということは、この道場が破られたということ。今日からマリオさんを師匠と呼ばせてもらいます。ジャッキー流道場最強のものだけが身につけるこれは、ぜひマリオさんが受け取ってください。ジャッキーベルト。これもマリオ流道場と名を改め、ここもか。師匠のようなジャンプを取り入れて、心機一転頑張ります。あ、急に。急になんか下っ端になったな。
どうした？看板取ってきようか。トントノン。よし、トクヤン、早速トレーニングだ。千本ジャンプ始め。ぷん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 。あ、話しかけない。ジャッキー先生、これで強くなれるんですよね。師匠、頑張って修行に励んでおります。なんだこいつら。ジャッキーベルト？なんつったっけ？ベルトか？ジャッキーベルト？あ、めっちゃ強い。これ今なんだ？安心バッジ。でもさ、なんか状態異常の方が良くない？誰か別の人つけるんだ。あ、いけるな。でもな、状態異常マジで。夫婦って大したことない気がするんだ。毒も大したことない。なんか、キノコカカシとかがやばいな、このゲーム。ジャッキーベルト、どうなの？結構上がるっちゃ上がるけど。上がってしかも状態異常も防いでくれたらいいけど。これでいいんか？キャロッコに帰りまして。さあ、たらい回しにされてるが。おい。ベローム名がまたまた現れたようじゃ。倒したよ。あ？は？倒したよ、ベローム。どこ？ノーヒントすぎるだろ。あー、なんか、ボスがもう一回全部戦えるらしい？ラスボスは戦えんのかな？どこやったっけ？モンスタウンの？あ、違う。ジャッキーが再戦ボスでその1か。じゃあ、ベロームはベローム神殿にいますか。ベローム神殿ってどこやったっけ？ファイブダンジョンの奥とかやったっけ？ベローム？ベロームってどこにおった？ベローム。ポイーン。ベローム神殿。こっち側から来たらダメかな。あ、おるやん。お、こいつ倒したはずだが、また出おったのか。寝とうけど。さすがにもうおとなしくなったと思ったのに。3回目やけどな。なんだなぁ。あ、こいつか。なんだなぁっていうやつ。喉がチクチクでイライラするんだなぁ。インフルエンザじゃない？なんだか高ぶっています。久しぶり見たらやっぱりちょっと怖いです。あ、倒そうよ。お前もクッパ軍団の端くれだろ。しっかりせんか。そうですよね。僕だって前よりもっと強くなったんだ。二度あることは三度だってあるんだ。もう怖がらないぞ。それちょっと今じゃない気がする。まあ、強くなったんかなこれ。ブイン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 。バフかけて、まあ、入れ替えて何考えてるのまでいくか。結局なんかこれ使うよりさ、あれかな、魔法振らんかったけん火力が出らんのかな。 1? マジか。虹色サムバフかけて1だと思う。向こう向こう。あ、ちょっと待って、回復せないばい。これは強い。強くなっている。ちょっと待てよ。魔法の方がいいのか。毒効かんかな。と覚えてねえな。なんか効いたような気がするよね。効いた効いた。じゃあ、まあ、ジャンプでもしてみる？なんか物理が効きにくいらしいんで。5、6、7、8、9、10、11、12、13、265。あ、めっちゃ効くね。410何？コピーがオイルを守ってくれるんだな。みんなうまそうに見えるんだな。味を確かめるんだな。あー、食べるよねこいつ。ピーチ食われるとやばいな。硬くてはっきり言ってまずいんだな。あ、吐き出した。出来上がったんだな。あ、クッパを召喚するんか。おい、なんじゃなんじゃ、吐いて。偽クッパ。これこっちのあれによって変わるんか。ちょっと待てよ。眠っちゃおうか。ガード、なんか無敵やったもんね。ジン出してみる？どうせなんか自然に起きることないもんね。メガクッパいきますか。レンだったっけこれ。メガクッパドドドドン。あ、耳ないか。全体攻撃。効
かんねん、あっちは。というか、クッパを下げて G の起こすべきだったな。クッパジャンプ効くか。あっちに渡ってしまうな。しょうがないか。あつか FP がない。あ、これ効かんや。多分。あ、効いてない。ジャンプ効かんのか。スイートソング。ベル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 。ああ。待ってよ、スキップ。で、アイテムじゃないわ。入れ替える。で、全体回復しようか。マリオもグラッとし。で、ちょっと FP がやばい。ロイヤルシロップってまだ買えんのかな？メープルで頑張らなきゃ。来るぞ、クッパ。よっしゃ。ちゃんとこっちの攻撃を、あ、マリオ食われた。吐き出せ、吐き出せ。うわ、マジか。やばいな。痛い。ちょっと待って、全体攻撃しよう。ジーヌ行きますか。マロか。キラキラでも行ってみる。ほい。あ、外した。ジーヌフラッシュ行くか。全体攻撃で。行け。ジーヌフラッシュ。ザコをまず倒せ。硬いな。3人技行こうよ。反対か。あー。反対じゃ困る。どっちかを入れ替えて。うわ、マジ？全然効かない。虹色シャボン。誰か下げよう。あ、眠る眠る。元気いっぱいレインボー。大回復蘇生。こっちの方がいいかな。でもなんか属性が効かん気がするな。マロを下げるか。ちょっと待ってよ。スキップして。まあ、通常攻撃。あ、クッパ死んだわ。じゃあ、あ、使えんのかい。あ、ちょ、間違えた。間違えてスキップしてもうた。はけはけはけ。マロまた召喚するん、これ。うわ。バリア。用途見るとキモいな、やっぱり。起きたけど、ちょっと待ってよ。両方同時にやらないしょうがないもんね。違う、できればマロを下げたいんやけど。もう一回撃っちゃうか。あ、眠っとけダメか。ジーンフラッシュ。ドッカン。あんまり強くないっちゃ強くないんけど、 FP もやばい。で、マロを下げて、クッパにしまして、あ、でもなんかさ、もったいないかな。こっちを倒してから。あ、バリア今取れてる。いや、そんなことないの。ちょっと待って、ちょ通常攻撃で。あ、倒した。あ、まだか。ベロームに打った方がいい気がするな。あ、やば、死んだ。ピーチ、回復。こいつは通常攻撃低い。70何歩。あ、で、倒れましたね、ここ。あ、でも、召喚する。クッパ出す。ベベベ、ブヨ。で、バリアやろ。そういうことない。で、回復。ヤンキュー。あ、間違えた。間違えた。クッパクッパ。銃。硬いな。やばい、回復せないけんけさ。あ、しかも眠ったし。ちょっと待てよ。リフレッシュ。キャンキュー。え、なんかどっちも効かんかったもんな。通常攻撃するしかないんだわ。これ早くてむずいな。
ちょ、ピーチ眠らすのはマジ。勘弁。回復。クッパが、まぁ、ちょっと月ゼロやってみる？どのぐらい効くか。116。いやー厳しいっすな。マリオンこれバフかけてこの火力なの？ガードできてない。ここ入れ替えるか。あ、眠っとうな。通常でどのぐらい効く？2しか効かんの？これ24か。あ、やっぱ打った方がいいんか。キデル打った方がいい。勝てえな、グッパ。こっちが弱いんか。あ、ピーチ食べるなよ。ちょっと待って、入れ替えてもさ、寝とけしょうがないもんね。これ、月出る打った方がいいよ。倒れたタイミングで、スペシャル打ちたいんだが、あ、失敗した。虹色シャボン。召喚戦くなったな。チャンスなんやけど。これ下げます。回復。やばい、FP がない。FP、FP。おい。強くなっとな、やっぱり。あ、起きたね。雷、効くかな。おい。200、お、よしよしよし、今。出すなよ。ドン。これで眠らされるけな。これさ、新条件しょうがない。クッパで、あ、お助け機の美容しか使えんやん。眠っとうけ？起こしまして、行動できろ。ヤンキューで、あ、来た来た来た、三人技。よし、やっと使える。ビリギア、ビッグボン。ほい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 。どんなもんだ？ 8？ ふざけてんの？2600万やけど、雷なんで弱点じゃねえ。恐怖、毒、沈黙。僕は喉のチクチクで幸せじゃないんだな。毒、沈黙？ちょいて。ピチピチ。あ、寝ちゃうし。終わってるな。一旦アイテム？どうしよう。とりあえず回復せないやばいな。え、ちょっと強いんですが。全回復。これ使うか？ちょっとやばいもんね、今。ケロケロドリンク。変えたしな、確か。どっかで変えた。あ、マリオが使いたかったな。あ、でもここで、違う。病気を治します。変っすか？まだ2000何本あるの？だるくね？誰を出したかったっけ？ピンチを起こしたかったんか。魔法効かんの？こいつ。雷弱点って言ったろ？333。食べる。ブイ。ティンティンティン。よっしゃ、ガード。なんかピーチを出しときたいんやけどな。突き出る撃つしかない。57。こいつはさ、効くんじゃん、ジャンプとか。ウルトラジャンプ。クッパが効かんだけで。クッパがひどいジャンプは効かんけど、マロな場合は大丈夫。67か。雷。あ、でもピーチを直しとった方がいいんだな。うわ、効かんのか。痛い。ちょっと下げようか。リフレッシュ。リフレッシュユースめちゃくちゃいるんじゃん。ヤンキュー。なんて雷効かないの？じゃあ、ジーノに変えて、回復してみる？ガード、できない。周りを食べられる。ブエー。まず、ジーノを、痛い。あ、やば。待って。ちょっとやばいっす。
でもピーチをここ入れ替えたいな。ここ入れ替えて蘇生キャンキュー。マリオにジャンプ効くかな。ドン2、3、4、5、6。なんかあいつ効いてねえな。マリオ効いてねえな。12、13、14、電撃いて。なんでこっちの電気が効くん。うわ強いんですけど眠んなし。やばい、いてて。待てよ、ちょっと待てよ。一試合でめちゃくちゃ使わせん。入れ替える。蘇生してちょっと回復したいな。でも毒が効くっつった。でもダメか。まあでもザコには効くんじゃ。毒ちょ本体が全く効かんし。はい、あ効いた効いた。あ毒効くんや。バリア貫通するんや。来た、見つけたぞ。強すぎる。毎回寝かすなよ。全部死んでる。やばい、これ結構やばいぞ。蘇生先のよかったわ。ピーチガド、ちょ蘇生蘇生毒。あこれやばい、危ねえ。まず回復しようか。FP がないぞ今度。忙しすぎるだろうが。これしょうがない。じゃロイヤルシロップ使うか。長引きすぎだわ戦闘。ガード。これはもうガードできない。あーもうマジうぜ。眠り向こうが欲しかったな。どうしようもないもんな。蘇生するか、もう復活ドリンクで。キャンキュー。2体。おお、つまり、起きろ。起きろ、アホ。起きろ。ガードガード。これちょっとアイテムで回復しようか。全員全回復しようか。ヘロドリー。リン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 。ピーチが全く役に立たんな。これやっぱ状態異常をつけとくべきなんか、ピーチに。だけど眠って動かんないな。いや、ここリフレッシュせなきゃね。回復。放電現象。100なんぼ。ちょっと強ない敵。よし、やっと動ける。やっと回復。ガード。さて、やっと動けるぞ、マジで。毒だな、クッパの毒大事。これでじわじわ削っといてもらえると。んで、ファイヤーもマリオ効かんのかな。そろそろ黙ってほしい。やっぱ効かんねん。これで、ちょっと楽になる？うわ、マジでこれ。マジだるいな。リフレッシュ。リフレッシュ。なんかちょっと回復しとく？お玉ドリンクで。死ぬかもしれんし。ピーチ動ける回になるまで、何もできない。また寝るやん。お、来た来た来た。んで、なんかさ、眠り向こうとかないわけ。魔法封じとかボス効かんしさ、こいつには効くかな。まあ、ちょっと回復しとこう。できれば後ろをさ、起こしたいんやけど。
防御した方がいいかな。でもドクッとしたな今。後ろ入れ替えて、マリオパンチ100、睡眠が眠る、ちょっとこれスキップか、スキップ、やばいな、1試合でマジ10個とか使うんだよ、やばない？また寝るんじゃん、やば、ちょっとクソゲー極まってんぞ。マジ？ひどくないこれ。なんか一回戦ってさ、相手の状態異常を覚えてリセットしてやり直すみたいな、そのぐらいの感じやん。蘇生したら回復できんしさ、こう。クッパでちょっと毒だろ。あ、溜まった。なんかでも効かんかったもんな。無敵になった甲羅を敵全体2体できた時にするか。偽マリオそろそろ毒でじわじわ削って、はい、ポレピーチ眠る。まあしょうがないね、スキップガード、アイテムで起こさないけんのか。え、リフレッシュなくなるんやけどマジで、ちょっとひどいなマジ。ハンマー痛い。これ回復しかないもんな。ガードなんかできるけどな。まあでもマリオを倒すしかないもんな。 FP 回復する、ここ。いやー入れ替えて蘇生したんやけどな。 FP まず回復しとくか。ちょっと偽マリオそろそろ、そろそろ黙れ。ピーチ余裕ができた時にさ、裏が何にもできんやろ。今行く？あ、もったいないかこれ。だって向こうやん。あ、スキップできる。ドンで1しか効かん。75しか効かんの？弱くね？これでバリアが解けた。なんか効くかな？ジャンプ効かんかったっけこいつ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、250、おっしゃおっしゃおっしゃ。はぁ、どんくらいだと。いいで。ちょっとマジでひどい。まずリフレッシュ。回復かこれ。あ、違う違う違う。あ、なくなったやん。リフレッシュオールするか。で、これ回復した方がいいもんね。半熟回復ってなんとかなるか。虹色を耐えろ。よしよし、ようやく動ける。これでようやく戻ったなマジで。なんかできんかな。毒か、でも毒ジャンプか。長いな、ラスボスより強いんじゃんこれ。6、7、8、9、10、11、12。ああ、無敵の時の毒の方が効くな。はい、眠る。ひどい。なんだ？眠りを起こして、
これ殴っていいか。ウルトラジャンプ2345678910111213。おポカポカ叩かれて出ちゃうんだな。何がゲボ。喉のチクチクがすっきりしたんだな。あウイルスが出た。ベロベロパーイ。なんだな、倒した倒した。ちょっとやばかったな。だるさがやばかったな。これベロムが何か吐き出しましたよ。なんだろう。あらウズルド、これもしかしたらおじいちゃんの杖かも。え、なぜわかるのだ。前におじいちゃんこの辺りで杖をなくしたって聞いたことがあるんですよ。ならばもらっておけ。立派な魔道士となったお前ならきっと使いこなせる。マロの杖の仙人の杖。おじいちゃんこの杖は僕が引き継いで大切に使わせてもらいます。勝手に。これあれか、それぞれの最強装備が手に入りますみたいな。ケロケロの杖、待ってよ。150で、あ、魔法攻撃とかもあるんや。カエル仙人にゆかりがあるかもしれない伝説の杖。これちょっとさ、なんだモンスターリスト、ボスをさ、次戦うやついちいち見とってさ、状態異常もあれしときたくねえ。なんかだるすぎだな。ベローム喉がチクチクバージョンか。雷で恐怖毒沈黙が効きます。あ、しかも倒した回数1回ってことはまた戦えるんかな。動き、何考えてるの、アイコンガイド。あ、すごいね、ここまでわかるんや。動き。LR はこれなん、あ、次のやつか、偽マリオとかか。あ、じゃ出してないやつもさ、歩くない？これでもじゃあさ、ちょっと待てよ。何やったっけ、ベロームの普通のやつ、ベローム、ベローム。めちゃくちゃ悪いじゃん、これ。もうちょっとさ、ページ送りパッパッパっていいの？ベローム、どこ？もっと上か？封印されています。あれ、これさ、解除されたんじゃないんか？いや、これあれか？裏ボスというか、隠しボスというか、2周目みたいな。ベローム、ベローム神殿。あ、でも弱点違うな。雷効かんのが効くようになっちゃうし。恐怖毒ってのは同じだけど。ベロームの1回目はないんかな。ベローム神殿じゃない、ベロームでどこにおったっけ。下水道、下水道。ウッキーかくれんぼ失敗とかある。ベローム、ないなぁ。じゃあカエル仙人と帰ればいいんか。ケロケロ子、全部アイテム買い直さなきゃいけんだけど。装備だな。ピーチがちょっと、もっとお知らせリングなんかつけとく場合じゃない。安心バッジを全員につけるかな。眠りだろ、とにかく眠り。キノコカカシが何もできんくなるけん。沈黙眠りもいいけど、なんかこれだな、装備を。ちょっと待って。あ、ちょっと待ってよ。一旦カエル戦に話しかけて、装備を整えよう。仙人。爆弾作りの名人は今でも爆弾を作っておるかの。誰やったっけ、それ。さて、次は、ドゥカッティ鉱山。ドゥカドゥカー。どこだ？ドゥカッティ。ドゥカッティ鉱山ってどこだ？ドゥカッティ周辺の村の中にあったっけ？ここ行くしかないんか。なんか村からこう入っていくような気がする。あ、ちょっと装備をなんかいい感じに変えました。マリオに回転シューズで、ジャンプに効かない敵も効きますと。
で、ピーチが多分結構ボス戦一番大事なんで、この、おそらく一番強いんじゃないかっていう安心バッジ。状態異常全部無効みたいなね。そんな感じで、あと変身防ぎを一個買ってきてジーヌにつけましたと。もう FP 半減はね、いらねえんじゃねっていう。金無限に手に入るしね。いらっしゃい、ここお店屋さん？ピカピカの石？これ、なんだ？あ、なんかあった気がする、これ。あ、花火。あ、これなんかやってなかったな。あ、どこにあるんだ？デュカティゴーさん、こっちか？どっちからが早い？トロッコに乗れる。こっちミニゲームか。じゃあ、また来いや。この人何やった？ドゥカティマウンテン。二つのミニゲームあったっけ？じゃあ、鉱山行きまして。ドゥカティ炭鉱。これ、どっちやったかな？これ、まっすぐ行ったらなんかトロッコが出てきた気がする。あ、違うな。これショートカットもしかして。違うわ。あいつの、クロコの罠や、これ。まだあるんかいっていうね。ドゥカ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 。あ、ザコおらんねん。快適。快適快適。あれ一周してきゃくね？こっちか。次、爆弾作りの、お、なんか。お、マリオさん、子供たち助けてくれてありがとうよ。なんだ？俺たちが働く時の歌聞きたいのか？じゃあ聞かせてやるか。みんなでホルダー、どんどん。うわ、これあれやな。みーどー。それが俺たち、ドゥカティ生まれ。レールにトロッコ、ランプにツルハシ。しっかりやるからどうなるらん、母ちゃん。これ。なんとかフキー先生だな。あ、ちょ、飛ばしていいっす。これ多分上のやつも同じこと言うな。じゃあまあ次だな、これ。あ、上の上もあるな。あれ、出てきたやん、ザコが。おわ、あ、トロッコ。じゃあ上か。ピューン。え、もうないよね。あ、いけんな。じゃあこっちから、あ、これパーセント貯めとった方がいいんかな、もしかして。決勝痛い。ブブー。ちょっと待てよ。強敵。あー、こここそあれやったかもな。Gのフラッシュってどのぐらい強いか。ザコが強くなったのか強くなってないのかよくわからん。フラッシュ。あ、でも、弱いな。まあでも、もともとこのぐらい弱かった気もするし。でも、パーセントこれ貯めとった方がいい気がする、ボス戦に。通常攻撃行くわ。稼げ。ディフェンスアップ。全くないもん。13% とかしかないもん。貯めとこうと強いもん。2周目のボス。痛い。あ、自爆した。よし。雑魚戦大事。デュカティ炭鉱。あ、なんか、これなんかあるけど。前回も取れんかった臭い、なんか。あ、来たな。ちょっと待ってよ。FP を回復しとこう。ここまで使うか。マックスいくぞ。セーブしたよな。いいところに来た時です。アンさんたちに負けてからさらに修行を積んだ時です。このゲームさ、あれだよね。倒しても死なんのよね、別に。今度こそアンさんたちを倒してさらに有名になる時です。もう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 、ガハハ、面白い。このクッパ軍団を倒すというのか。クッパらってこの辺り結構有名なんだぜ。そうだよな。その通りだ。お前が来るよりずっと前から我が輩は最強で有名なのだ。だそうだ。このクッパ軍団を倒して有名になれるから一つ試してみるか。ああ、グエ、アンさんがワンワンをぶん回すあの有名なクッパハン。もうその攻撃やめたよね。
でもワテも爆弾だけじゃなく今回すごいシールドもあるんでげす。防御の方も抜かりないでげすよ。さらにレベルアップしたこのワテが有名なクッパ軍団を倒して世界一有名人になるでげす。こいつ何やったっけ、防衛出してくれんだっけ。どんな攻撃も効かないすごいシールド、どんなものも壊す爆弾とレベルアップしたこのワテに資格はないでげすよ。最強の矛と最強の盾で、ちょっと待って、まだパーセント溜まってねえ。ピン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 、何考えてるのしたいな。え、どうしよう。まず通常でいく？もうジャンプでもいけるしな。せっかく装備をジャンプ用にしたし。あ、なんかすごい回転しよう。5、6、こういうことか。8、9、10、11。これついでにさ、これ連発しやすくなるといいんやけど、全然効かない。ここで、何考えてるの？ほい。1100。さっきより全然。さっき3000くらいなかった。皆さん一層生きてけっすな。あの頃とはレベルが違うでげす。ワンワン。防衛来て。危ない。痛い。400? よ、400? マジっすか。待てよ。待てよ。は？え？ちょっと待って、強すぎね。ちょっと待って。強すぎて引いている。400? ちょ、メガクッパでやっとくか。連打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 。やば、は、ガードできんねん。ハンマー。え、倒せんし。なんか強すぎんか。は、は、は負けちゃった。え？マジで？レベル上げよう。敵をたくさん倒すとレベルが上がります。HP や攻撃力が増え戦いやすくなります。やつが普通に死んだし。セーブから入れ直しやん。え？無理じゃね？なんか強くね？